はいどうも峰島です。今回は暗部のベジータ、暗ベジというこいつがですね、僕はずっと配信とかでムカつくって言ってたんですけど、この真相をちょっと話していきたいと思います。暗ベジなんですけれども、なんでムカつくかというとですね、にゃんこ先生っていういるじゃないですか。まあにゃんこっすね。このにゃんこと一緒のことやってるんですよ。ちょっと性質は違うのかもしれないです。もうちょっと陰湿なことやってますね。どういうことかというと、この暗ベジという人間は、まあ、こっちサイドについたり向こうサイドについたり、こううろちょろしてるわけですよ。で今旗色が悪くなったみたいなんで、昨日の夜に僕に謝罪の LINE をしてきました。本名を教えろって言ったんですけど、本名は怖くて教えられませんみたいなこと言ってるんですよ。まあそんなね、暗部のベジータとか言ってる架空の人物に謝られても謝罪なんないじゃないですか。だから本名を教えろって言ったら未読無視です。 LINE でどんなことをやってるかっていうことなんですけども、要は向こうサイドに着いた時に僕とのやり取りを全部向こうサイドにバラしてるんですね。で裏垢作って、ツイッターのね、そのツイッターの裏垢でまあいろいろな僕とのやり取りを晒してるんですよ。だからこんなことをねやってる人間だと。まあ、にゃんこの場合は僕のことを裏切って速攻で僕の LINE を向こうサイドに全部送っちゃったっていう感じですけども、要は同じことなんですよね、やってることが。要は僕と仲良くなってる時にはいろいろと友好的にやり取りをして、 YouTube やってる人間なんで、こういう情報もありますよ、ああいう情報もありますよって、まあ YouTube ね伸ばしてあげたいからね、僕も情報提供するじゃないですか。その情報提供したやつを全部向こうサイドに伝えたりとか、それから裏垢でこんなことやってるとか、峰島こんな変な情報を垂れ流してるよとか、垂れ流してないんですよその情報なんかは、全然。そういう風なことを言ってるんですね。せめてもね、軸がまあブレブレなんですけれども、まあ、向こうサイドについたとしてもね、僕とのやり取りを全部ね、そうやって情報提供しちゃったりとか、裏垢でね、そんな風にね鍵つけてたとしても公開して、で峰島こんなことやってるよ、あんなことやってるよとか、いやいやそれはね、ただの情報提供のやり取りなんですね。いやいやいや、それはね、こっちとしては彼の YouTube ネタとしてこういうこともあるよというのを教えてあげてるだけなのに、それをね揚げ足取りみたいな感じで裏垢作って Twitter でね、それで晒してなんじゃかんじゃ言ってんですよ。だからそういうことをやってるから僕は暗部のベジータにはムカついてます。いや、にゃんこと一緒ですね、性質としては。僕としてはこういう情報をあげたら彼は喜ぶんじゃないかなとか、そういうことを相手を思いやってね情報提供してるにもかかわらず、それを恩をあだで返すような、そんなことばっかやってるんですよ。だからひろしさんとか折原のがまだまともですよ。表立って僕のこと批判してきたりとか、まあデマですけども言ってきたりとかするんで、まだまともです、あっちの方が。それよりもさらに陰でこそこそやって、そういうことやってる人間なんで、それはね、まあちょっと人としてどうかなと思います。まあその裏垢とかね、昨日の僕との LINE で帰ってこないやり取りとか、この辺は僕がツイートしてたりとか、三河さんがツイートしてるのをコメント欄の方貼っときます。暗部のベジータに関して言うと、まあ僕がちょっと昼間ツイートしたんで、結構なんで暗部のベジータに切れてるんですかって、まあ配信でも言ってますからね、結構 DM いただいたんで、それで説明させてもらいました。まあ陰湿な人間だっていうことは判明されましたし、まあ向こうサイドについたりとかするんであれば、せめて仁義というか、僕のことを全て売るようなことしてると、しかも裏垢まで作ってツイッターでぐちぐち言ってるって、最悪じゃないですかそんな人間。そういう人間だっていうことで今回は終わりたいと思います。なんかね、登場人物がどんどんしょぼくなっていってるんですけども、そして僕の炎上も全然終わってしまったような感じになっています。なので近々大きな動きがあってほしいなと逆に思ってるぐらいで、まあとにかく何か起きたらどんどん動画にしていきますんで、見たい方はチャンネル登録お願いします。それじゃね。